はい、どうもプログラムズです。今回もね、オーシャンズカップやっていきます。今回は、ね、0203ですね。はい、今回あの私あの、まあ、今回そのインテルのチームを新刊させたんですけども、前回と新刊のシステムがちょっと変わった気がするんですよね。前回がいつも通りだとその、まあ、ゲージを端っこまで伸ばして最後には鳥肌が立ったっつって新刊するじゃないですか、今まで通り。けど今回はなんかそのゲージが勝手にマックスまでいった状態ですぐ新刊になったので、まあ、ちょっとやりやすいのかなってすげえ感じましたね。はい、ということはね、さあ、マテウスですね。おっと、固まろう。ヒロビランス監督、フォーメーションは4-4-2。攻撃的なチームにしよう。ウィーコースターからのビエリ。右から左に攻めるのは、ビエリタイプですね。はい、スターズ。フォーメーションは4-4-2。キーパーボールを出します。前科からのビエリ。クリア。さあ、普通ビエリはどうだ？締めようね。締めようねよ。トーティー。ドリブル。ウィーコースター。そしてセドルヘディング、ソリーセドルフとかもいい選手ですよね。なんだろう、使いたい、このボールをいつかは使いたいと思うけど、なんか使わなくてもいいかなって思っちゃうんですよ。なんだろうな、これプラン、パス、マテウス、このボールをクロナド走る、まあ、おーフネスタがちゃんとね、来る、さすがです。サビエリ周りをよく見て、でもキレッキレすぎだろ、このビエリ。左から上がっていきます。放り込んだ。危ない。ヒロビランス監督。トッツィとかもどうなんでしょうね、ここまでね。ヒロビランス監督。やっぱり、その MVP がいいのかなと思いますけど、私個人的には0607のね、ワールドフォワード。あれもいいですよね。あれ、どっちかっていうと、フィニッシャーで使いたいかなと思ってますね。はい。ライン際。なるほど。締めで抜いてくるね。おーっと、ビエリを。オサはね、さあ、前半終了です。0対0、ハーフタイムに入ります。ロベルト・バッチョ、はい、ロベルト・バッチョが私を出せと言ってるんで、私はロベルト・バッチョを出します。さあ、後半戦が始まりました。活躍してくれるのでしょうか。監督の期待を背負って後半戦からの出場です。ボールを受けてスタート、タッチを終わります。ボールを投げ入れる、トラップ、ここでスーパー、もう危ない、どうするか危ない、ビリからのロナウド、ロナウド、ロナウド、おー、ダンク止めるね。あっと、これはラインにかかってしまった。インテリジェンにしっかりとラインを上げていました。さあ、プレー再開です。ここはなんとかクリア、トラップ、ボールを運びます。締めようね、締めようね、奪われます。アルメイダからのトッティ、この位置から周りを見て監督の声が選手たちに届いたか、取り戻しました。ディアリー、スタムすげえな、トッティちゃんとついてきますね。トッティからの、危ない、割りビリー入ってたらもうズドンですからね。ここはビリー、ビリー、おっと、ロナウドにパス、もう素晴らしい、ロナウド素晴らしい、このね、このパスが通るんですよ、これが。ちゃんと決めるからすごい。やっぱりカードパワーってことなんですね。攻め込んでいきます。さあ、さすがにちょっとこのビエリで抜かれすぎじゃないか、うちのディフェンス。中央に出す。おお、バッチョからのロナウド。ここからドリブルでエメルソンを止めていく。エメルソンだよね。違う。あぶね。アイベルソンですね。ウィーコスタからの、ヒロビランス監督、中央からの攻めを指示しています。まあでも全キラーでもやっぱ動き選手ってやっぱ動きますね。試合終了のホイッスル、はい、1対0、それで勝ちました。ご視聴ありがとうございました。